どうぞです。さあ、今回もですね、レトロゲーム、まとめて購入いたしました。ですね、結構今回は、まあ本当にレトロって感じのゲームですね。からまあ、平成、まあ10年、20年ぐらい前か。20年ぐらい前のゲームですね。まあ正直、どっからがレトロゲームっていうのか私もあんまよくわかってないんですけど、まあ、私の中ではまあスーパーファミコンぐらいまでがレトロゲームなのかなと思いつつ、まあ世間一般ではまあプレステとかあの辺でもレトロゲームの分類に入ってるのかなと思うんで、まあ本当に私はですね、スーパーファミコンというかファミコンがメインになるのかな。ファミコンとゲームボーイがもうメインで集めているんですが、まあ今回、ガイドするものないんですが、購入いたしましたので、はい、早速ですが、ご覧ください。はい、今回はですね、まあ概要を説明しますと、8870円分のゲームを購入いたしました。ものとしてはですね、4点だけになります。はい、4点になりますが、まあご紹介したいと思います。まず1点目はこちら。はい、スーパーマリオアドバンス2でーす。はい、こちらはまあですね、もう言わずと知れたスーパーファミコンで一番最初に発売されたソフトですね。スーパーマリオワールドのゲームボーイアドバンス移植版です。合わせてですね、マリオブラザーズも入っているので、また結構安価に購入できると思いますので、興味のある方は買ってみてはどうでしょうか。はい。続きましては、はい、こちら。はい。ゲームボーイアドバンス SP でーす。はい。こちらですね。まあ画面も、まあ比較的綺麗なんじゃないですかね。ちょっとホコリとか入ってます。まあこの辺は拭けば全然取れますんで、いいです。画面もまあ傷もなく。でまあね、はい。まあ見た目も全然、まあ目立った傷もなく、いいんじゃないでしょうか。はい。これだけでも十分価値はあるんじゃないですかね。はい。ただこれ、ケーブルですね。充電ケーブルの方は付いてなかったので、まあそれは結構私何個か予備で持ってますので、それでやって合わせてセットにしたいと思います。はい。では、3つ目はこちら。はい。ドンキーコングでーす。はい。マルチスクリーンということで。はい。正直、こちらですね。液晶にちょっと難がありなのかなーっていう感じですね。はい。電源は入るとのことです。はい。正直、まあ、買っては見たものですね。私はゲームウォッチって、やったことないですし、正直あまり興味がないって言っちゃうと、あれですけど、あまり、やり方もわかんないですし、やりたいなと思ったことも正直ないですね。これはちょっと世代じゃないんでね。まあ、ただ、コレクションとして持っていきたいなと思いましたので、購入いたしました。はい。ということで、ドンキーコングでした。状態はまあちょっと悪いかなっていう感じですね。はい、ちょっと名前も入ってるんで、ここは、1982年に購入したみたいですね。はい、ちょっとなんとかなおこさんですね。はい。ということで、3つ目はドンキーコングでした。はい、早いですが、もう、4つ目ですね。はい、こちら。はい、ドンキーコングでーす。はい。ということで、ドンキーコング2つあったんですね、これ、今回は。はい。ということで、中をちょっと見てみますかね。さっきはもう、液晶が状態悪かったんですけど、こちらは、はい、合わせてまたですね、液晶の状態が悪いです。はい。ということで、まあ、これも一応電源入るというふうに記載されてたんで、ね、まあ、コレクションとして合わせて、はい、持っておければと思います。はい。ということで、今回は、こちら、4点のゲーム、ゲームソフトでした。ということで、まあ、これだけだとですね、まあ、なんですけど、まあ、とりあえずまず先にですね、こちら。はい、購入金額8870円ということですが、参考価格の方もご報告したいと思います。参考価格は、こちら！はい、いかがだったでしょうか。ということでですね、ちょっとですね、ゲーム紹介がちょっと寂しかったんでね、はい、もう一個、紹介したいと思います。こちらはですね、普通にブックオフさんで購入してきたゲームソフトになります。ですね、まあ、今回は、ハード系のものや本もありますので、はい、まとめて紹介したいと思います。まず、1点目はこちら。はい、PC エンジンのポピュラス。これも単純に100円ということで安かったんでね、購入してみました。はい。
続いてですね、はい、2点目はこちら、はい、PC エンジン2のコントローラーですね。はい、こちらもですね、PC エンジンじゃないですね、メガドライブですね。はい、900円ということで非常に安いんじゃないでしょうか。私これ1個しかなかったんでね、ワンダーメガでいつもメガドライバーやるんですけど、まあこれコントローラーですね、無線のやつあんまりちょっと使い勝手悪いんで、ケーブル有線でやって、この前お正月かな、メガドライブコントローラー、まあ2000いくらで買ったんだったかな、1500円だったかなと思ったんですけど、まあ2人でやるときにもう1個必要なので、はい、購入してまいりました。なんといっても値段がですね1000円以下ということでとても安かったです。はい、それで、続いて3つ目はこちら、はい、ゼルダの伝説夢を見る島デラックスの、攻略本ですね。はい、こちらも250円ということで、まあ安いんじゃないですかね、こちらも。はい、ということで、なんとなくノリで購入してみました。はい、ですね、で最後1点なんですけど、こちら、はい、正直持ってるソフトです。で、状態がいいかというと状態も良くない。で、やりたいのかっていうと、まあ、別にそこまで、まあ、持ってるからそもそもなんですけど、めちゃくちゃやりたいってわけでもなかったんですけど、購入しました。それがこちら。はい、ファミリーコンピューター、仮面ライダークラブということで、はい、金額480円。はい、持ってるのになぜ購入したか。はい、これ実はですね、はい、見ていただくとわかるんですけど、はい、わかる人にはわかりますかね。はい、1991年。で、発売元、株式会社バンダイ、はい、玩具第二事業部ということでですね。はい、完全復刻版です、こちら。はい、たまたまですね。はい、完全復刻のやつをちょっとないかなーっていろいろ漁ってたところですね。一本だけありました、実は。はい、ということで、なんとなく勢いで購入してみました。まあ、一応コレクションということで保管していければいいかなと思います。はい、ということで今回ですね、ブックオフさんで購入したのはこちら4点でした。はい、なかなかいい買い物できたんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、今回ですね、まとめ買い商品のものと、あとブックオフで購入しましたゲームですね、こちら2点、2種類ですね、紹介させていただきましたが、はい、まあでもゲームウォッチは多分まあコレクションとしてですね、はい、飾っとければいいかなと思っております。で、あと仮面ライダークラブですね、はい、価値あるのかどうかっていうとやれると何とも言えないんですけど、なんか完全復刻版ということでですね、売ってたのでついついノリで購入してみました。はい、こちらですね、他にもあと6種類ですね、完全復刻版のゲームソフトありますので、バンダイさんからそれもですねコンプリートしていければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。